マンチェスターのダウンタウンマンチェスターは、アメリカ合衆国ニューハンプシャー州南部、ヒルズボロ郡の都市。同州の最大都市、かつ、ニューイングランド北部3州の最大都市である。地域人口は10万7006人。都市圏人口は40万人以上であり、同州最大。州都コンコードの南約2 8トル、州南東部の港湾都市ポーツマスの西約7 0トル。 ボストンの北西約8 0トルに位置する。同州の産業、交通の中心地でありながら、郊外が少ないことでも知られる。マンチェスターは、北緯42度59分11秒整形71度27分6秒、北緯42.98639度整形71.45167度。 42.98639-71.45167に位置している。同市はメガロポリス最北端の都市とみなされることがしばしばある。アメリカが州国統計局によるとマンチェスター市は総面積90.4平方キロメートルである。このうち85.5平方キロメートルが陸地で4.9平方キロメートルが水域である。 総面積の5.44%が水域となっている。以下は2000年現在の国勢調査における人口統計データである。基礎データ人、種別人口構成年齢別人高校生世帯と家族収入と家計マンチェスターは1846年に正式な市となり繊維産業の中心地として栄えた。1998年に マネー氏の記事で東部の小都市でナンバー1と称されクイーンシティという別名が付けられた。また21世紀初頭ではマンチェスターは難民の授乳地としての役割を果たしている。現在人口の10%以上は外国生まれである。市の玄関口となる空港はダウンタウンの南に位置するマンチェスター・ボストン地域空港である。同空港は 熱した急成長中で、ニューイングランド地方で4番目に大きい空港である。2006年、ボストンの中心部から約 80km という近さをアピールし、老眼国際空港を補助する役割も担っていける、要、空港名が、それまでのマンチェスター空港から減少に改められた。市内のバスターミナルからは、コンコードトレールウェイズやバーモント交通のバスが、発着している。 前者は州内各地へ、後者はバーモント州各地やモントリオールへそれぞれ便がある。また、ロストンへの便は頻繁にある。コンコードトレールウェイズ、バーモント交通は両社協にグレーハウンドと提携している。路線バス市内の交通機関としては、マンチェスター交通局が運営する路線バスが市内及び周辺を広くカバーしている。 高速道路市の東側を週間高速道路 I-93 が走り、州都、コンコードや州南部のラシュア、ニューイングランドの中心都市ボストンへと通じている。ボストンへは、約 80km、車で1時間ほどである。I-293 は、市の環状道路であり、市の西側を通る。また、NH-101 号線は州道でありながら、 フリーウェイ企画の高速道路である。この道路はマンチェスターと I-95 を結び、大西洋岸のポーツマスやメイン州ポートランドへ通ずるルートとなっている。マンチェスターは長い歴史を持つ都市であり、文化施設、歴史施設が充実している。US ギャザティア・ファイルズ 2012000&1990 United States Census Bureau http://www.census.gov スラッシュジオスラッシュ www スラッシュ gaze t t e r スラッシュ gazet.html 201年4月23日閲覧ありがとうございます。